はい、こんにちは、ノアパンダです。カレンパンダです。はい、このコーナーでは、8月になりましたけど、はい、季節に合わせた、話をしながら私たちがヤンヤンつけ棒をもぐもぐしていくというコーナーでございます。はい、はい、それでは早速開けていきましょう。いただきます。いただきます。本格的に夏ですね。夏だね。はい、完全に。どうです、暑さ。暑さはまあ無理ですね。ですよね。だってこれだし。そうだし。無理、ね。毛皮がね。日焼けもそうダメだし。ダメだし。うん、もう嫌なっちゃう。でもね、私夏めっちゃ好きなの最近。え、夏すごい稼働的になるってよく言ってません？やばい、もう活発すぎて。そうだそうだ。寝ない。寝ない。全然寝ない。体力持ちます？うん、元気。なんでですか？暑さゆえ？わかんない。なんかもうたぎっちゃうんだよね。夏が来たら夏だーって。もうやばい、去年もバーベキュー10回ぐらいしたもん。なんかそんなイメージ。今年も15回する。うん、うん、え、もともとはというタイプでした？もともとはあまり夏好きじゃなくって、なんかもうズーンみたいな感じだったんだけど、うんうん、でもよく考えたら夏の方が冬よりアウトドアなんだよね。夏は何してるんですか普段は？ちょっと潮干狩り終わりかけの着いた頃に家族で、ね、ほぼ残ってないアサリを借りに行きました、うん、え、そうなの？去年潮干狩りってやったことない。妹のチャプチャプ遊びを見てただけですね、うんうんうん、厳密に言うとチャプチャプしてたの。でもお家の庭で、うん、バーベキューが定期開催されます。あ、でもやっぱ家族なんだね。あ、ですね、うん、家族イベントなんだね夏は。友達とのイベント思い浮かばないです。めっちゃアホんだ去年とか。何したんだろう。千葉とかにサウナ行ったりとか。いいな、うん、でも去年の夏終わりにサウナにハマり始めたんですよ、うん、だから今年の夏は滝とかちょっと川のあたりに天然のサウ、うん、違う、サウナは天然じゃないな、うん、サウナ入って天然の水風呂に入りたいです、うんうん、あ、いいよね。憧れます、うんうん、確かに楽しそう夏だったらね、うん、あのカーサウナ憧れてるんですよ今。何それ？あの車の中がサウナになってて山奥とかで見た見た見た入れるやつ、うんうん、あれやりたいんですよね。じゃあブンって飛び込むやつ。はい、見たことある。 YouTube で YouTube で、私も YouTube で見ました、うんうん、サウナ行きたいですね今年、うん、あとお祭り今年ちょっと増えてきそうじゃないですか。やるんじゃない？年々に比べて、ね、うん、どんな感じなんだろう。お祭りのなんか好きなメニュー人それぞれあるよね。何好きでした？キュウリと、いちごまみ。うんうんうん、リンゴはちょっと大きすぎる。確かに、うん、見つけたらもう全然大丈夫、満足みたいな。イカ焼きとかは？イカもまあ食べてたかな。うん、私なんだろう、入り口でパッケージに引かれて綿あめを買うんですよ、うん、でもこうやって抱きかかえて持ち歩いてる間に体温で溶けてしまって、うんうん、帰ったら綿あめがちょっと黄色っぽくなってて、あれ砂糖だしね、はい、うん、体温で溶けちゃって、うん、でいやいや、なんかもう早く食べとけばよかったっていうのを何年も繰り返しました、うん、夏、なんか夏の思い出ありますか？今学生時代とかの好きなアイドルのブロマイドのくじ引いてました。え？あの私はあのおたかつでしたの女性アイドルさんが好きだったんですけど、うんうん、くじ引きに500円を何回も何回もつぎ込んで、うん、学生の夏の思い出なんですよ。そうです。私の小学校5年間、6年目から違ったんですけど小学校5年間は、うん、そこにお小遣い全部使ってました。でもアイドルからしたら嬉しいだろうな。ですね、うん、でもそれ以外に夏の思い出が浮かばん。あ、海水浴大好き家族だったんです。うんうん、だってみんなで潮干狩り行くぐらいだからね。あ、でも、うん、潮干狩りは東京来てから初めて行きました、うん、1回だけ、うんうんうん、で海水浴で、ね、あの水着に砂の模様が入るくらい、うん、めっちゃ全力で遊びます。え、泳ぐってこと？はい。え、本当じゃんそれ。ゴーグルつけているんだ海で。ちゃんと泳ぐ海ってパシャパシャするとこだと思ってた。いや、足つるくらい泳いでます。やばいやばい、足つったら危ないし。でも私冷え性で、うん、すぐ低体温になっちゃうんですよ、うん、だから海入って5分で唇紫でもうお母さんに強制退治強制退治をさせられちゃうんですよ。だからもう一回海行って泳ぎたいなって。海で泳いだことない。本当ですか？うん、プール派ですか？プールもあまり行かない。なんか引きずられていかないと。うんうん、でプールとかもさ、だってさ、なんかどっちにしたらいいのか分かんない。市民プールとかじゃない限り、ナイトプールとかもそうだけど、なんか泳ぐために行くのか写真撮るために行くのか分からない。だってさ、その泳がないとするとさ、なんか写真撮りに行っただけって言われるけどさ、うん、メイクして顔つける方が不衛生じゃない？ですね、完全に。とか思って、なんかいろんなこと考えてしまっていけない
はい、美味しかったですね。美味しかったですね、うん、なんかやっぱりヤンヤンはいつの時代もいつの季節も私たちのそばにいてくれたんだなと再確認しました。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。